おはようございます。リキューです。で、ウェルエイジングアワーをスタートしてまいります。皆さんお変わりございませんか？今日は、ウォーキングはしてないですよね。建物の中からお送りをしておりますが、ちょっとこれから出かけるので、建物の中からのウェルエイジングアワーとなります。エイジング年を重ねる、その先にある介護情報、エイジングと介護情報をお伝えをしておりますが、はい。さて、今日は早速テーマに入っていきますけど、この感動介護、3つの感情が動くというテーマでお送りをしたいと思います。この感動介護というのを、要所要所で使ってきたんですが、それを今度は、最初のテーマに掲げて様々な組み立てに引っ張っていこうかなというふうに思って、感動介護、その介護を感動しますか、あるいは感動する介護経営ができているでしょうか、そういう投げかけの中にこの感動介護というものを引っ張り出してきているわけですね。長いこと使ってきた言葉でありますけど、それをテーマにしていきたいというふうに思って、であればしっかり説明をする、整理をする必要があるかなというふうに思っているわけですね。その排泄介護、感動を与えていますか？食事介護、ただただ食べていただいてませんか？感動を与えてますか？お風呂介護もそうですよね。すべての介護が相手の感動を引き出したどうか、そして介護をする働く人、あるいは家族も感動をしているかどうか、というところに、この介護のテーマをフォーカスして見ているという、そういう意味で感動介護というものを使っています。さて、ちょっと感動っていうものをいろいろ整理をしていくとですね、心が動くということ、これが感動の定義ということです。ですから、心が動く、介護によって、あるいは挨拶だとかコミュニケーションによって、あるいはプレゼンもしっかりですよね。様々な人の行為、それから相手に物事を伝えるという時に、相手の心が動いたか、で、どこに動いたか、どのように動いたか、それを総称して感動を与える、感動しました、というようなものに変わっていくらしいということを今整理をしているわけです。で、結構奥が深い。当たり前ですけど、奥が深い単純なこと、何気なく使っている言葉はいろいろ見ていくと非常に奥が深いということに気がつきました。で、かつ分かりにくいということですね。この上位的表現、例えば赤字が黒字になるとか、人手不足を解消するとか、そういうテーマは分かりやすいですけど、その介護、感動しましたか、心が動きましたかっていう上位的な表現をしすぎると分かりづらくなるんですね。ただ、黒字にするため、人手不足を解消するため、あるいは他者から認めてもらう介護だっていうふうに言ってもらうためには、やっぱりその介護で心が動いたかどうか、感動を与えたかどうか、というところがどうしても本質なんじゃないかというふうになっているわけです。ですから言い換えれば、介護ケアを黒字にするためにその介護は感動を与えているでしょうか、あるいは認証の方々のケア、それは認証の方々の心を動かしているでしょうか。要は心が動くというところに実は原点があるというふうにちょっと思って整理をしていますということですね。そしてこれはですね、いろいろ調べていく中で感動の評価言葉っていうのがありまして、これは2005年 NHK 放送技術研究所のデータをまとめた方がいらっしゃって、そこから少し引用させていただきますね。で、感動っていうのは3つのポイントがあるというふうに整理がされています。一つは受容するときということですね。これは私は意外だったんですが、私もよく自己受容、老いていく自分を受容しましょうというね、それをしてしまうとアンチエイジングしながら生きていくっていうのは辛いですよね。
老いを受容して介護も介護を受けながら生きていく自分自身を受容していこう。これがウェルエイジング、ウェル介護の、まあ、思想の原点になっている考え方、自己受容。実はこの受容の時にも心が動くということですよね。そして、性の感情。性の感情の時にも心が動く。まあ、要は感動する。そして、性の感情もあれば、負の感情もある。負に向かって、実は心が動くということが起きるということですよね。ですから、介護によって、その方の、高齢者の方の自己受容につながるか、性の感情が表に出てくるか、負の感情を与えてしまうのか、これは避けたいですよね。そういうことを整理しながら、その感情というものをちょっと整理をしていくとですね、こんな言い方になってですね、受容、自己受容。まあ、例えばこういう言葉よく使えますよね。胸がいっぱいになる。老いても大丈夫。心が温まる。心に染みた。というような、そういう自己受容の時に出てくる言葉が一つのバロメーター、発見になるんじゃないかということですね。感謝するとか、癒しになるとか、愛するとか、まあそういったところも含めて受容。私はやっぱり、この老いたことに対して、アンチエイジングしているところからウェルエイジングに変わる老いを受容して一生懸命生きていこう。病気を抱えながらもまだ大丈夫。もっともっとしっかり生きていこう。そんな自分を受容していくときにやっぱり心は動く。そこから感動が生まれる。そういうものをサポートする介護。これが一つですよね。それから性の感情。これはですね、ポジティブに感情が動くでところですけど、例えば魅了されるとか、興奮するとか、歓喜するというような表現に表されていってですね、心を奪われる、あなたのその笑顔に心を奪われてしまう、胸を打つ、なんかこう、あなたのその優しさに込み上げてくるものがある。なんか胸がキュンとしてしまいます。心が打たれました。ということ。それから少し興奮する。心が熱くなった。大谷翔平さんがまたホームランを打ちましたよね。興奮しますよね。心が熱くなって気持ちが高ぶっていく。頑張ってねというふうに心が動く。歓喜するわけですよね。心が踊る。それから、これはね、よく使っているんですね、現場では。心が踊るというところに、共感する、期待する、ワクワクする、ドキドキする。心が動いて歓喜するときに、こういう言葉をたくさん我々は使っています。そして、歓喜したときに、達成感ですよね。自分の人生、達成した。あるいは満足した。例えば、看取り介護の時に私たちの職員が、人生を終える時に多くの入居者が残した言葉、もう満足、もう十分、行くよという声を、声なき声を聞いた職員、あるいはご家族が いるわけですよね。介護の中で、この達成感、満足感という部分については、どうしてもそういうシーンが思い浮かべられるわけですよね。学校に合格したとか、会社で成果を上げて賞を受けるとか、そういう華やかな成功じゃなくて、毎日の日々の積み重ねの中に、しっかりこの達成感というものが出てくるということですね。これも今思い出してるんですが、看取り介護、老人ホームの中で、高齢者の入居者の方が穏やかに息を収めていく、要は死亡されていくわけですよね。そういった時に、もちろんドクターの死亡診断書というのが、一つの判断基準になりますけど、家族と介護職、あるいは看護師が、やった!よく頑張ったね!目標、看取り、人生、
最後まで自分らしく生きていく看取り介護、達成できたね。お互いに頑張ったね。誰々さんも最後まで頑張った。その命を引き継ぐからね。という、見ててね。というような、そういう歓喜というものが、実は看取り介護の現場の中で、たくさんの言葉が交わされて、笑顔で泣きながら笑顔になって、感動を引き継いでいくっていうシーンを見てきたわけです。ですから、魅了する、興奮する、歓喜する、この感情が性に向かって動く、心が動くっていうところですよね。そして、三つ目のこの、負の感情。これも全てが、ネガティブな感情だけじゃなくて、例えば覚醒する。目から鱗が落ちる。新発見。意外性。知的な驚き。これ私最近勉強してると、必ずこの覚醒していく目から鱗がたくさんあるわけですね。例えば海外の人と話し合って、岩倉使節団の歴史を紐解いていくと、発見がたくさんある。あ、そういうことだったんだっていう知的な驚きがあるということですね。そしてそこに心をわしづかみされるような、自分自身が新しい課題に応じて、こう覚醒していくという自分がいるということですよね。それを介護に置き換えたら、例えばできなくても、そうか、まだ私にはできることがある。他者のために役に立つことがあるというところに気がついたときに、目から鱗が落ちる、あるいは自分のこの年を老いた人生を、この新発見する、こんな私のことでも、ちゃんとお話を聞いてくれる若い人がいる。それをつないでくれる人がいる。というところに、実は覚醒する負の感情、心の動きがあるということですよね。そして、ここは避けていきたいなというふうに思っているのが、この負の感情の中のこの悲痛ということですね。悲しみ、心の痛みを持ってしまう。実はこれが、高齢期、あるいは介護を受ける状態になったときに、ここが大きいわけです。例えば、この、やりきれないなとか、そんな自分になりたくないなとか、私なんかもういらないよね。迷惑をかける存在になった。そしてパニックになる。どこにいるかわからないというような、そういうことも含めて、なんか常に自分を負の状態に置いて自分を見ていて、この負の感情に心が動いていって、生きる意欲を失ってしまう。もちろん認証になって、認証に適切な判断とか周りの対応がなければ、この負の感情がどん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 大きくなっていく。心がマイナスに動かないように、我々はこの正の感情を引き出す介護、笑顔、それから言葉、接し方、そういったものをすべて包含してですね、介護技術もしっかりとした介護技術を身につけて、その人の人生、その人の心身の状態、あるいはご希望に合わせて、もちろん法律の下でしっかりサービス、介護サービスを提供していくところに、需要、性の感情、負の感情というものをコントロールって言いますかね、上手に調整できる介護というものを、この感動する介護という言い方に最近はこだわって、改めて、これは自分のためにまとめているものを、しっかり伝えることによってですね、また自分の中で新しい言葉の整理、あるいは仕組みの整理ができるような気がしています。例えば、今も、介護ビジネス、グループコンサル、ピッチ大会は、自分の高齢者とか、あるいは健康に対応する商品サービスを持っている人、あるいは開発している人が、私が運営しているプラットフォーム、ウェルエジングアカデミーのショップに商品、サービスを並べていただいていますが、多くの商品は説明が難しいんですね。
ただただ例えば並べて、例えば広告出してみんなが理解してこっちがいいよね、こっちが安いよね、これが自分に合ってるよねっていうことがいとも簡単に見極められるような商品サービスではほとんどない。これがですね、高齢期、健康、あるいは介護に必要な商品サービスの共通した特徴なんですね。しっかりその人に合わせて説明をする。ですから一般的な言い方をするとターゲット設定、これも重要です。あるいはペルソナ設定、ターゲットからセグメーションしてさらにさらに一人一人に絞り込んでいったときにペルソナ設定というふうになったときに、その方々のその感動のポイント、需要、それから性の感情、負の感情、自分が届けたい方のそういう感動のポイント、心の動きのポイントを抑えなければ、まあプレゼント言いますか、自分の心を込めて作った商品サービスを相手に伝えることができませんよということですよね。ですから感動なくしてですね、介護は始まらないし、それに必要な商品サービスも相手に届かない、まあ簡単に言うと売れないということですよね。それはだから老人ホームの経営もしかりで、でもそんなことを意識しなくても人が集まってるよねっていう話ですけど、問題はその中身ですよね。感動というものを標榜して、これをテーマにして私たちは日々の介護をやっている、職員教育をしている、認証の方々の生活の支援をしている。心がプラスに動く、あるいは自分を受容する、そのために一緒に暮らす、一緒に仕組みを作るというような時にですね、共通した言語として、感動介護ということを私は整理をしました。そのためにたくさんの言葉がもちろん私も作ってきたんですね。統合する介護、アイケア、インテグレテッドケアということで、これももう10年以上前から、環境、それから環境の力、脳の力、認証ケア、それから食べる力、誤嚥性肺炎予防、それから生ききる力、看取り介護、それと地域の力、地域包括というようなことを統合してお一人お一人のこの介護が必要な生活に入っていく、そのサービスを多職種でまとめてマネージメントして統合して一人の生活、一人一人の生活者にお届けをする、統合する介護、それはさらに何を目指すかっていうと感動することだろうということですよね。あそこに少し言葉っていきたい。で、介護保険の中では科学的介護という言い方を国は求めて、この医療的なデータを取って、この科学的なエビデンスに基づく、その介護保険、介護報酬の設定と分配をしようとしています。ここに感動というものをできれば、数値化してですね、例えばですね、リハビリ的な数値とか職員の労働というものの数値的な指標の中に感動するというものを見える化してですね、いくと、これも科学的な介護のデータの一つ、あるいはさらに上位の目標になるんじゃないかという期待を込めています。そのために、まずはですね、始めてみようということで、今までは施設長養成スクールというものをやってきました。あるいは介護経営ビジネス実践スクールというものをやってきました。まあ、その辺を統合してですね、ちょっと海外の方とのご縁とか要望も含めて、感動介護経営スクールというものを今、改めてスタートしたところです。ですからテーマを感動に据えて、施設長に限定せずに在宅ケアサービス、あるいは介護業界にこれから参入したい人、そしてもちろん施設長の方々もちゃんと事業計画が含めて黒字になる、人手不足にならないというものを一緒に紐解きながら
感動介護系スクールというのをスタートしてまいります。概要欄にちょっと貼っておきましたので、ちょっと新たに作ったホームページのサイトも見ていただいて、こんなこと始めるんだ。そして、一緒に感動する介護として行動を共にしたい人を積極的に受け入れしていきたいというふうに思いますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。はい、今日も暑いようですが、良い一日を過ごしください。そして、感動する、そういう一日を作り出す、そういう意識をお持ちいただければ幸いです。またお会いしましょう。